ある私立幼稚園学校法人山梨学院により設置された山梨学院大学付属の幼稚園である。現在では、同法人は幼稚園から大学、大学院までを要する学校体系を一貫させているが、同幼稚園は同法人の黎明期に開園されたものであり、山梨県内初のスクールバスを1954年に運行開始するなど、同県内では、 歴史のある私立幼稚園である。園舎は同大学キャンパスの東側に隣接する。健康、人間関係、環境、言葉、表現の5つを主な目標としている。具体的には次のような教育目標を掲げて子供を育んでいる。主体性と共感性を育み将来多くの人々の幸福を考える未来社会の構成員を育成する。また、 その実現に向けて、子供を人として尊ぶ、生活の中で育てるを二つの大きな柱としている。天井が高く、冷暖房が完備されている。音響システムや大型スクリーンを完備している。壁の本棚や周囲には、書籍がぎっしり並んでいる。絵本や図鑑も多く取り揃えられている。ダイナミックに多くの園児が遊べる空間。水質や水温、室温が管理されている。 半個街の広場で太陽の光や風を感じることができる。園舎に隣接して給食室があり、専属の管理栄養士、調理員を有し、出来立ての給食を日々提供している。子供たちの好奇心や喜びを高める様々な取り組みが行われている。かけがえのない存在である子供たち一人一人と温かく接し、人として尊ぶ幼稚園の基本理念を受け継ぎ、 地域の育児をサポートする取り組みとして、アルテア子ども館が設置されており、同幼稚園児のみでなく地域の子育て支援センターとしての役割を持つ。支援保育事業、編集小学校、幼稚園、保育園終了後、各家庭の都合に合わせて子もを預かり、家庭的なぬくもりと教育的な香りに満ちた創造的な活動を展開している。対象幼稚園年少。 小学生実施日、月曜日から金曜日、春季保育、夏季保育、冬季保育故郷に帰省中の保護者の子供も対象としている。3歳未満の子供を持つ保護者が、子育てについての悩みを話し合ったり、子育ての方法を学習する集まり。同時に、子供同士の交流の場でもある。対象3歳未満時親子実施を日月、日、水。 記時間10時13時内容親子体験活動お誕生日会母親たち自主運営による交流会編集3歳以上の子供を持つ保護者が子育てに関する様々な問題を話し合ったり情報交換をしゆとりをもって楽しく子育てができるようにサポートする集まり対象3歳児以上親子実施日年5回時間10時30分13時子育て相談子育て講座 編集子供に関わるすべての方の悩みを共に考え、子育てを楽しいものにしていくことを目的として、具体的な問題に答えてくれる。ラジオ番組、楽しい子育てを放送し、子育ての支援を行っている。放送日時毎週日曜日9時30分10時、日常的な直接相談、申し込みによる個別相談も受け付けている。 強的子育ての方法や課題を取り上げ、専門分野の講師による講座を解説し、子育てについての啓蒙的活動を進めている。活動内容、講演会、幼児職の作り方の講義と実習、子育てに関する情報を提供毎月、アルテア子ども館だよりを発行している。望ましい子育て環境づくりをテーマに、養育者の悩みを具体的に取り上げて、 子育てに関する調査をもとに研究書を発行している。少子化対策のための子育てに関する意識調査報告書交付し及びその近郊の養育者を対象として、子育て支援のための調査報告書、交付し及びその近郊の体罰の実態山梨学院大学や山梨学院幼稚園の施設及び文化的活動を広く地域に開放し、地域との交流を進める事業。 健康な心と体を育てることを目的として、園舎内の温水プールで年間を通して週1回、専属の体育指導員、担任、山梨学院大学水泳部選手による水泳指導が行われ、水と触れ合う楽しさを大切にしたプログラムが年間通して行われている。日常的な体育遊びを深め運動能力を高めるために年間を通して週1回、 陸上やサッカーなどのスポーツ分野で活躍している山梨学院大学の選手や先生を講師に迎えている。年長時から取り組めるプログラムの一つ。年間を通して週一回山梨学院短期大学の教授と一緒に様々な音楽に触れられる機会を設けている。毎日の昼食では園内の給食室から出来立ての給食を提供している。 サツマイモ、ジャガイモ、カボチャをはじめ、系列小学校と兼用のファームでは一年を通して様々な作物が育てられている。また、収穫した作物は園内の給食室で調理され園児の昼食として提供されるなど、食育にも力が入られている。山梨学院短期大学の学生が教育実習や実践研究として多く訪れる。 定期的に訪問する多くの学生は、専門の学習を行った上で、演じたちとの関わり方を実践の中から学んでいる。演じたちも多くの学生と触れ合う中で学び合う、機会を得ている。ありがとうございます。